はい、皆様どうも、マフロです。はい、ケリヒメスイーツ続きやっていきます。今日はですね、特にイベントの方はありませんので、作成のこのナイトの武器の本だけがやたら溜まってるんですけどね、まだ素材がね、使用する材料がまだ溜まってないんですね。はい、それなので今日はこの素材集めの、効率のいい、自分流ですよ、もちろん。まだまだ他にあるかもしれませんですけども、自分流に考えた、効率のいい集め方でやっていきたいと思います。皆様の参考になれば幸いですけどね。はい、このスプーンみたいな絵のやつ と、その右の銀色のスプーンみたいなのと鉄、これがちょっと厄介なんですね。で、一番左の、ナイトの証みたいな、これは、ナイト限定ステージしか無理なので、今日は曜日、月曜日の曜日しか、集めることはできませんので、今日はできませんので、これは省きます。はい、その右の3つ、ハニーシロップとイチゴシロップと、中でも厄介なのがこのよく鍛えられた鉄、これの集め方を、やっていこうと思います。あとはですね、超人さんのこれも、ここは共通しておりますね。ハニーシロップとイチゴシロップで、違うのはここ、高性能 IC チップと超人の証、まあ、これも限定ステージ、月曜だったと思うんですけど、これは省きますね。はい、じゃあ実際集めていきましょう。自分はですね、よく鍛えられた鉄は3番でやります。3番の15、ここで集めようと思います。このエキストラステージかな、エキストラバトルですね。これは本当にテクニカルバトルより属性が強くなっておりますので、属性が弱いやつは本当にダメージ与えれませんので、その辺考えてもらえればいいと思います。じゃあ行きます。はい、よく鍛えられた鉄なんですけども、このどんぐり系、あと花とか植物系のレアモンスターしか落とさないわけです。なので、この時点で見てみて、レアがいなければリトライすることをリトライした方がいいです。すいません、噛みました。何回も何回も同じステージやるよりは、こうやってリトライしてレアを探した方がまだ効率はいいと思います。レアが出るまでリトライ、出るときはすぐ出るんですけどね。出ないですねでも毎回ステージやるよりはこっちの方が絶対早いと思います。あ、出ましたね、レア。このレアで、これを倒しても 100% ではありません。まあやってみないとわからないんで、こっからは本当に普通にやります。この人たちが、どんぶりが、グーなので、ファーの悪魔使いさんか、サイボーグさんがおすすめです。おっと、素材袋が出ないと 100%、落としてないということなので、やり直します。素材袋を落としてくれないとね。
そういう点で非常に面倒くさい、ものです。よく鍛えられた鉄なかなか落としませんし、なのでちょっと効率よくねやっていかないとかなり時間かかっちゃいます。あれいつももっと早く出るけどな。出や、あ、出た出た。今素材落としてますけど、これは違いますね。レア以外のが落とした、素材袋なので、おそらくハニーシロップだと思われます。このレアが落とすのが重要です。で、落とさないし、おいおい、やり直しです。2機もレアになりましたよ。これはチャンスですね。あれ落とした、落としたかな今素材。あら、ちょっとよく見てなかったけど、まあ一回やってみますね。ちなみにこの天使みたいな、天使って言っておかしいかな、名前わかんないけど、この浮いてるやつらは、こいつらのレアは高性能 IC チップの方を落とします。高性能が欲しい人は、別のステージでやった方がいいですね。で、ボスだけチョキになりますので、同じチョキかグーでやるのがおすすめです。もしですね、パーでやってしまうと、一回やりますね。こういう風にものすごいダメージ低くなっちゃって、ほとんど与えれないっていう状態になります。なのでチョキでポンってやった方が簡単です。ランニング今ランニング 100% かなんかイベントで書いてあったな。まあ乱入は正直やってもやらなくてもいいです。素材集めがメインだったら飛ばしてもらっても。ちなみにエキストラバトルはですね、テクニカルバトルクリアしたら出てくるはずなので、そんなに難易度は高くないと思います。さあ出たかな、ハニーシロップ、ハニーシロップ。出てないし。こういう風に結構ランダムなので、倒しても出ないことはよくあります。で、ですね、いちごシロップの方はですね、後半のステージ、おそらく567かステージしか、ステージで、ハニーシロップの代わりに出てくるはずなので、いちごシロップの方を欲しい方は567でやってください。じゃあもう一回3やりますね。出られたか。1個だと微妙だな。あの子が2個出せば確実に多分鉄だと思います。分かったから恐竜さん、もうさっさとやらせてくれ。
ってる時なので、乱流は飛ばしますぜ。さあどうだ。はい、出ましたね。はい、このかやり方が結構おすすめだと自分では思っておりますので、参考になれば幸いです。もしもっと効率いいかやり方があるよっていうのがあるようでしたら、コメントに書いてくれればありがたいと思います。じゃあちょっと後半のステージもやってみましょうか。前半はね、ハニーシロップでしたけども、ね、5番でやってみようか。後半、ただね、植物系 IC チップの方の敵は、あ、ここも違うな、どんぐりだな。ワールドへ。いちごシロップの方を欲しい人は5の方がいいかもしれないですね。その辺は使い分けてください。あれ、ここも花だ。まあいいか。 IC チップはですね、花とかじゃなくて、この全体的に浮いてるやつらですね。ただパーとチョキなので、おそらく悪魔使いさんではほとんど与えれないと思います。特に8、まあ、浮いてるのは倒せるでしょう、うん、8がねパーではできないんで、グーの人入れた方がいいです。ナイトさんだったらね、あ、ずれた真ん中にあれば2匹同時に行けるんですけどね、カッコつけてやろうとして失敗したカッコ悪い。まあ素直にグーの魔法使いさんとかでやった方がいいかもしれないです。何にもパス、せっかく出てきて無視されるっていうのもかわいそうだけどね。はい、こういう風にいちごシロップですね。あ、ハニーも出るのか。後半はいちごシロップの方が多めに出るみたいなので、いちごシロップが欲しい人は後半のステージを頑張ってください。はい、それではですね、今回はここで終わっておきます。素材集めしてる方頑張ってください。自分も、まだまだ本だけはね、こういう風にいっぱいあるんで、自分もちょっとちょこちょこ頑張っていこうと思います。なんか不意にやったスロットでジョニーさんだけねプラス1になって、この大成功のアイテムでも装備できるようになったみたいなので、また素材集め頑張ってみようと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。